お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか？ミレニアム学園、怪我をされた方はいらっしゃいますか？ごきげんよう。ご主人様と一緒に。夢かと思った、夢かと思った。新年だから新しい服なだけ。今年もよろしくね、先生。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。期待に応えられるかわからないけど努力するね。期待に応えられるかわからないけど努力するね。